ワーズアイランド橋、または103丁目歩道橋はニューヨーク市のマンハッタン島とワーズ島の間に架かる歩行者用の橋である。この紹介橋は鉄塔と大張りからなる合計12のスパンを持つ。橋を渡れるのは歩行者と自転車のみである。川のマンハッタン側では橋の入り口は FDR ドライブの14、15番出口の間、 103丁目の東側に位置する。橋からは FDR ドライブを横切ったイーストリバー遊歩道やスパニッシュハーレムのイーストリバーハウス団地へアクセス可能である。橋は対岸のワーズ島の南西を結びランドールズワーズアイランドパークの多くの競技場や海岸通りにアクセスできる。1680万ドルのインフラ計画のため2年間は 閉鎖されていたが、2012年6月1日に再開し、年中24時間通ることができる。以前は4月から10月までの昼間のみ使用できた。ワーズ島への最初の橋は、島の北西部とマンハッタンの東114丁目との間にあり、木星の跳ね橋だった。橋は嵐によって破壊され、フィリップ・ミレドラーとバーソロミューワードによって営まれる。 面産業に利用するため、1807年から1821年にかけて再建された。1936年にトライボロー、ブリッジトンネルオーソリティによってトライボロー橋が建設されたことで、マンハッタン島からランドールズ島とワーズ島へ徒歩で初めてアクセスできるようになった。マンハッタンの住民にワーズ島の公園へのより良いアクセスルートを提供する計画は、 1937年にロバート・モーゼスによって展開されていたが、橋の建設は1949年まで始まらなかった。設計はハーレムガー歩道橋などで知られるオスマー・アーマンが担当した。橋はトライボロー・ブリッジトンネル・オーソリティによって建造され、ニューヨーク市に譲渡された。マンハッタン側ランプから見た橋は、アーズ・アイランド橋は、 1951年5月18日に210万ドルのコストをかけて歩行者向けに開通した。橋は1967年には自転車にも開放している。橋はもともと赤、黄色、青のカラーでデザインされていたが、1986年にルリーロとエメラルドグリーンになった。夜間と冬の数ヶ月間の橋の橋のアクセス制限は、 マンハッタン州立精神療養所とイーストリバーハウスの間を橋を利用して住民が頻繁に行き来した1980年代と1990年代に遡る。住人は患者には犯罪の増加に責任があると信じていた。1999年、ニューヨーク市交通局が橋の固定化を提案した。しかし、この提案は3番外教。 ウィルスアベニュー橋145丁目橋の改造プロジェクトで使用する建設機械をハーレム側で運ぶため間隔が必要となり遅れた。ワーズアイランド橋は2010年4月から2012年4月にかけて改装された。これには通路デッキ、金属製上部構造、電気システム、機械操作システムの改造も含まれている。歩行者横断用に リフトを下げたワーズアイランド橋橋はシナジーによる1979年のアルバムゲームズのカバーに使用されている。この写真は夜間に長時間露出写真として撮影された。ありがとうございます。